マルの女装が今までのキャラクターの中で一番可愛かった。皆さんこんにちは、あゆめぞうです。今回は天国大魔教第10話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの完成考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで第10話だったんですけども、独特な作画だったなと思いましたね。なんかコミカルというかギャグのところはコミカル、今まで以上に砕けた感じで描きつつも、シリアスなところはね、今まで通りしっかりかっこよく描いてるっていうね、まあいい作画だったなと思いましたね。味が出てて、でも内容もしっかりね面白かったので、良作な1話だったなと、思いましたね。まあ、そんな今回のね第10話だったんですけども、まあ、11さんがね本当に種豚11号だったんですよね。なんかいろんな怪しげな噂話を何個か話したんですけども、まあながち嘘じゃなかったんだなって。まあ、だから11さんが言ってたことを、まあ、他にもね 2,3 個いろいろ言ってたんですけども、まあ、もしかしたら全部本当の話だったかもしれないですよね。まあ、そんな11さんがね、まあ、復讐したいとか言って、壁の町に行くことになるんですけども、結局そこには誰もいなかったんですが、まあ、息子とね、無事会えることができたんですよね。この生き残った種豚さんたちも、まだ種豚って言い方あれだけど、男の人たちもいて、で息子と出会うことができて、もう感動の再会っていうことでね、さすがになんか純一もすごい嬉しそうだったし、それを見てねキルコが泣いてて、なんか良かったですよね。やっぱこの世界って人がすぐ死んじゃうし、会える方が珍しいんですよね、会いたい人に。でキルコも会いたい人がいて、そういうのを探してるわけじゃん。マルの護衛をしつつも、そういう風に目的があって会いたい人のために探し回ってると。だからこういうやって純一が会えることができたことによって、自分もまたこうまだ自分のことを信じて冒険ができるなっていう活力にもなったと思うし、だからこそすごい嬉しくて泣いてしまったんだろうなって。でもねこの息子がね、なんとびっくりヒルコだったんですよね。この夜敵が来たみたいな、ヒルコの攻撃だと思ってね、純一さんが氷漬けになっちゃってやばいと思って子供を逃がしたんだけど、その子供がねヒルコ本体だったっていうことで、まあ、結局力が暴走しちゃっただけで、別に倒すとか なんかするわけじゃなくてね、その場は収まってよかったんですけども、まあこのことから考えるに、多分この、まあ、壁の町にいたヒルコ、まあ、壁の町に行った時にもヒルコが1匹いたんですけども、それも氷を使う氷属性の攻撃だったので、まあ、この子供の親なんじゃないの、このそのヒルコが、そのヒルコから生まれた子がこの男の子だったっていうことで、純一は子供とその女のお母さん、生みの親だと思う人と一緒に逃げたみたいな話してたんだけど、もしかしたらそれは間違いで、その雲になった方が本当のお母さんだったんじゃないの。まあ、種豚って言われてたほどだから、いろんな人に、種をね提供というかやってたと思うんだよ、普通に考えて。だから自分も誰が本当に自分の子なのかっていうのをあまり把握できてなかったんじゃないの。それで間違って母親だと思ってた子を、連れ出していってしまって、本当の母親がその、生き残ってたヒルコの方だったみたいな、もしかしたらね、わかんないけど、同じ能力を持つヒルコはそんなポンポン現れるとは思えないからさ、この子供ももしかしたら、このまま成長していったら、化け物になるかもしれないし、それともヒルコの特殊能力を持つマルみたいなね、ヒルコを倒す存在になるかもしれない、どっちかは分かんないけどさ。で、まあ、これでねちゃんちゃん良かったって終わればよかったんですけども、ここで終わんないのがね天国大魔教なんですよね。なんと純一が仲間を殺して逃げるんですよね。純一の真の目的が女たちに復讐することではなく、自分が逃げた時に脱獄だって叫んで知らせた仲間の方だったんですよね。この仲間の男を殺すことが純一の真の目的だった。だから子供、子供も心配だったと思うんですけども、結局それよりも復讐が優先で、動いてたんじゃないのって、いや怖いですよね怖いなって、
やっぱ一番怖いの人間だなって思いましたね、ヒロクより。子供もさ、なんかそのやっぱいくら1歳ぐらいだと思うんだよ、1歳2歳とかそんくらい、まあ、まだ喋ってないから1歳後半ぐらいかな、そんくらいの子供がだと、だけどさ、さすがに人が死んだら騒ぐじゃん普通。それなりにここまで冷静に何ともないようにしてるのがちょっと不気味でしたよね、演出的に。すごい不気味だったな。で、気がかりなのが、壁の町に行ったヒルコがね、まだ生きてることなんですよね。一応キルコたちが倒したんですけども、そのケツの部分を切っただけで本体はまだ生きてる。だからどっかで再会ね、11たちと再会するっていう可能性もまだ残ってるわけだからね、そこでまた一悶着ありそうだなって思いましたし、なんならこの殺された仲間が本当のパパだったっていう可能性もあるじゃん。なんかありそうじゃない、なんか子供さ黒髪だったからさ、ワンチャンあるんじゃないかなって思ったりね、いろいろちょっと考察しちゃいましたね。であと気になったのが時代、また施設の話がね今回ちょっと出たんですけども、時代の お腹がすごい大きくなってて、もうちょっとで生まれそうだと、なんか時代的にはお腹の中のものを先生が取り出してくれるから、もうすぐで会えるよって、早くみんなに会いたいみたいなこと言ってて、本当子供っていう概念とか出産っていうことを未だに教わってないんだな、教えてもらってないんだろうなっていうのもあるし、出産によってね、時代の姿形がちょっとやっぱそのお腹の大きさ以外にも髪の毛ももちろん伸びてたし、胸もね、授乳のためにしっかり大きくなってましたね。でこの生まれてくる子供がまあ丸なのかな、丸になるとは思うんですけども、他にもね施設に新しくご帰省が来たりだとか、またねこの生まれてくるタイミングでね来るもんだから、相当波乱が今後また起きそうですよね。そんな感じのね天国大魔教第10話の感想と考察でございました。このチャンネルではね、このチャンネルでは毎週アニメの動画を更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ!